ハロー、こんにちは、ニーハオ、アニョハセオ、スイです。今日はお尻トレーニングです。お尻トレーニングって全身の中で一番速攻効果を感じる場所だと思います。逆に言うと、やらなくなるとお尻は元気なく下がっていってしまいます。お尻トレーニングしっかりやると階段の上りよりも楽になるし、パフォーマンスね、スポーツやられてる方のパフォーマンスもぐんぐんアップしてくると思います。しっかりとお尻上げて、運気も上げて、トレーニング一緒に頑張っていきましょう。やるぞやるぞやるぞさあ、やる気も入ったところで一緒に頑張っていきましょう。足の裏と足の裏を合わせてお尻の力で上げるフロッグリフトからやっていきます。ぐーっとお尻に力入れるというよりは、足の裏と足の裏にぐっと力入れるとお尻に力が入ってきます。今、大臀筋と中臀筋に効いています。素敵なお尻作っていきましょう。今日は30秒10セットです。休憩はないですが大丈夫、一緒に頑張りましょう。さあ、次は四つん這いからキックバックとファイヤーハイドラントです。足を後ろに上げて、今度は横に上げて、これを繰り返していきます。大臀筋と中臀筋を鍛えながら、股関節の可動域も広げてくれます。しっかりとお尻を使って上げていきましょう。さあ、3種目目に入っていきます。お尻を回していきます。大きく大きく、内回り外回り、股関節をスムーズにしてくれる動きでもあります。結構ね、これきついんだよね。お尻回してるだけと思いながらね、なんでこんなきついんだろうっていう動きなんですけど、大丈夫、効いてるってことですよ。しっかりと回していきましょう。昨日より大きく。さあ、反対の足でキックバックとファイヤーハイドラントです。さあ、もうちょっとで前半終了ですからね、頑張っていきましょう。お尻の力でグッグッと上げていきます。腰は反らないようにしてくださいね。そして骨盤はなるだけ平行で、どんなお尻になりたいか、どんなお尻になってほしいかをイメージしながらやっていきましょう。さあ、お尻回しのお時間でございます。股関節の可動域が上がると、普段からお尻をしっかり使って動くことができるようになります。そうするとふくらはぎの張りとか前ももの張りが減って、美脚に近づくのです。なんて素敵なトレーニングなんでしょうか。しっかり回していきますよ。これで前半は終了、後半に突入だ。さあ、仰向けで寝っ転がっていきます。足の裏と足の裏を合わせてフロッグブリッジやっていきましょう。お尻で上げていきます。内臀筋と小臀筋を鍛えてくれます。足の裏と足の裏を押し合えば押し合うほど、お尻に力が入ってくると思います。さあ、押し合いましょう。そして顎を少し引いてみましょう。お腹に力がぐっと入る感覚があるかと思います。さあ、横になって、今度はサイドレッグレイズです。視界に足が入らないように足を後ろに引いていきます。顎と背骨の高さが同じぐらいになると理想的です。私は手を置いてますが、タオルを置くなどの工夫をしてもいいかと思います。ちゃんとお尻に効いてるかなって、自分のお尻触ってみてください。ぐっと力入ってますか。さあ、反対のお尻もやってあげましょう。さあ、今日は休憩がないから大忙しですね。反対側しっかりやっていきます。グググッグググッとね、上げていきましょう。こんなお尻になりたいな、こんなお尻になってほしいな、見た目も機能性もいいお尻を作っていきましょう。一日一日の積み重ねでお尻はできていきます。理想のお尻をゲットだぜ、頑張ろう。あと2種目まで来ました。仰向けになって足を片方ずつ上げる片足ヒップリフトです。お腹とお尻のインナーマッスルを鍛えてくれて、美しい立ち姿勢を作ってくれます。 You are beautiful。 左右にぶれないように手のひらで床を押してあげましょう。
支える足は床と垂直に立ててあげます。しっかりとお尻を使って上げていきます。さあ最後の種目はヒップリフト。両足を床にしっかりついてお尻を上げていきます。キューッとね、お尻内側に内側に入れるようなイメージで、腹筋にも効いてますよ。一石二鳥です。あれもこれもやるのめんどくさいなという日はね、これだけでもしっかりやってあげると体変わってきます。継続は力なり、一緒に頑張っていきましょう。あと3秒、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も頑張った自分をしっかり褒めてあげましょう。お尻めちゃくちゃ今生き生きしてるんじゃないでしょうか。皆さんのお尻が喜んでるのではないでしょうか。毎日とは言わないんですけど、1週間に2回、3回はここに遊びに来てください。遊びに来る感覚で一緒にトレーニングやっていきましょう。それではまたうだらんチャンネルで会いましょう。またね、バイバイ、再见、アニョン。